はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、私が今待ちに待っている新しいカメラ RX02 発売日直前スペシャルということで、まあスペシャルでも何でもないんですけど、明日ですね、4月の12日に私が今一番今月楽しみにしているカメラ、RX02 が届きます。ということで、今回はですね、この私がなんでこの RX02 を即決でね、買おうと決めたかという理由についてね、お話ししていこうと思います。では、行ってみましょう。はい、ということで、もうね、私のこのチャンネル見てくださっている方は分かる通り、もううちね、カメラ十分あるでしょという話なんですよ。うん。まあ、あるんですよね。この GoPro Hero 7もあるし、DJI Osmo Pocket もあるし、一番最近買ったカメラだと、このソニーの α6400 とかもあるし、一応フラッグシップの α9 も今撮ってるカメラとしてありますと。で、それ以外にも、まだ他にもカメラあるんですよ。まあ、いっぱいカメラあるという中で、なんで今回ですね、RX02 はもう即決で買うことにしたのかというところですね。まあ、なくても困らないと言われたら、まあその通りなんですけども、やっぱりね、私の場合ってこの、なんかビビッとくるものが あったらもうこれは買わなきゃっていうね考えになるんですよ、うん、何に対してこのビビッとくるかというと、やっぱり今までになかった何らかの技術が入っていたりすると、あ、これは買わなきゃってなるんですね。で、 RX02 に関してはですね、割ともう見た瞬間に、あ、これ買わなきゃっていうモードになったんですけども、実際この発表されて予約が開始された日にはもうソニーストアに行ってですね、実機をちょっとねこうやって触ったりして、でもその日に予約をしたんですよ。それぐらいスピーディーに今回は動きました。結構ね、私この大きいこの10万円以上するような買い物とかするときって割と慎重になることが多いですね。飛びつかずにちょっと様子を見てから、あ、これは買った方がいいかなと判断してで買うっていうパターンが多いんですけど、 RX02 はもう慎重になる隙もなくですね、もう発表して割とすぐに購入を決断しました。ちなみにうちではですね、このまあ5万円以上ぐらいの買い物をするときは自分一人で決めるんじゃなくて、ちゃんと妻にもね相談して、でまあお互いこれは買った方がいいねっていうね納得をした上で、まあ買うことにしてます。まあその方がねいろいろといいと思うので、そうしてます。今回は2人ともですね、あ、これはもう買おうというふうになったんですよ。で、その理由を、まあ、ここからお話ししていこうと思います。で、まず理由1つ目ですね、RX02 は、1型センサーを積んでいます。で、1型センサーっていうのは割とねこういう高級コンデジとかに入ってくることが多いセンサーになってます。で、この今例としてお見せしたのは、これはルミックス LX9 っていう、パナソニックの高級コンデジになってます。まあ、これもまあ8万か10万ぐらいの、8万から10万ぐらいの価格帯のまあそこそこ高級なコンデジです。で、これもかなり画質とかは綺麗です。うん。で、綺麗だし、ズームも結構できるし、めちゃめちゃ万能で使いやすい。で、このカメラはですね、ちょっとF 値が 1.4 ということでかなり明るいレンズを搭載しているので、ちょっとこれは別格でかなり優秀なカメラなんですけども、ソニーの場合も RX100 シリーズとか、まあ、そういう高級コンデジとかかなり人気なんですけども、一応センサーサイズがですね、そういう、まあ、高級コンデジと同等、1型のセンサーが入っているというのが、ポイントですね。まあ、やっぱり高級コンデジといってもそこそこ大きさはあるんですよ。だけど RX02 って大きさでいうとこの半分以下ぐらいのサイズになってくるので相当小さいんですよね。で、その小さいボディの中に1型センサーが入ってるっていうのはポイントの一つかと思います。で、まあ、これについては先代のね RX0 でも同じ1型センサーだったんで、それでも良かったんですけども、今回 RX02 はそれをさらに超えてくるいろいろ嬉しいポイントがあったので、まあ、それをいろいろ全部加味した上で買おうとなったわけですね。ちなみにですね、まあ、私も今大好きでよく使ってるんですけども、この GoPro Hero 7とかこの DJI Osmo Pocket、この2
2つはですね、あの 2.3 分の1型センサーって言って、今回の RX02 よりもあのセンサーサイズがかなり小さいです。 2.3 分の1型センサーと1型センサーで比べると4倍ぐらいね、このセンサーサイズが違うっていう話なんで、やっぱ画質もあのだいぶ違ってくると思います。サイズ的にはですね、この GoPro Hero 7よりもちょっと小さいぐらいなんですよ。それなのに画質でまあかなり有利な面があるということなんで、やっぱね、この小さい中にこの、まあ、技術が密集されてるっていうのに、まあ、すごい私結構ロマンを感じる部分があるので、まあ、そこも大きいですね。ちなみにこの GoPro Hero 7も DJI Osmo Pocket も、動画も写真も両方撮れるんですけど、基本やっぱ動画じゃないですか、メインは。まあ、動画で使うことが多いですよね、圧倒的に。なんですけど、この RX02 はあの、まあ、センサーが大きいってこともあって、あの動画はもちろん撮れるし、写真も結構期待できるっていうところが大きいんですよ。まあ、スマホも私が持ってる Pixel 3XL とか、写真も最近のスマホってかなり綺麗です。だけどやっぱりですね、このちゃんとしたこういう、まあ、カメラには勝てない部分があるので、RX02写真はね、結構期待できると思ってます。気軽にちょっと出かけた時に綺麗な写真を撮ったりとか、動画も撮ったりとか、その両方がね、1台でできちゃうっていうところがいいんですよね。ちなみにですね、RX0、あの先代のモデルと1個変わってるポイントがあってですね、実は先代のモデルは手ブレ補正に対応してなかったんですよ。もうそうなってくると、その時点でやっぱアクションカム的な使い方ってしたくないじゃないですか。やっぱこの持って歩いたりとか、車の上に乗っけるにしても、この振動で結構揺れた映像になっちゃうので、動画とかではかなり使いにくくなりますよね。まあ、その点この Osmo Pocket とか GoPro Hero 7は手ブレ補正面がかなり優秀なんで、まあ、アクションカムとして使うとかなり優秀なんですよ。だけど今回の RX02 はですね、まあ、画質の面でこの2つを超えてると思うんですけど、だけど今回手ブレ補正もついてるってことで、一応アクションカムっていうくくりではないんですけど、アクションカム的にも使えると、思ってます。そこがまあポイントかなと思います。で、まあ、しっかりカメラの本体内でも手ブレ補正も入っていて、でなんかね、ソニーの新しいアプリがあって、アプリを通すことで、さらにですね、メーカーが言うにはこのジンバルを使っているかのようなぬるぬるな映像になるらしいんですよ。で、まあ、ジンバルっていうと、この DJI Osmo Pocket はそれこそ、まあ、ジンバルがね入ってるんで、まあ、ジンバル内蔵されてるんで、スムーズな映像が撮れるわけなんですけども、なんかね、アプリを使うと、ジンバルで撮ったような映像になるらしいんですよ。それはちょっとね、試してみたいなと思ってます。実際この本当のジンバルのこのカメラと RX02 で撮って、でアプリで加工した後のジンバル並みって言われてる映像が本当にこのジンバルが入ってるカメラと、比べて、近いものになってるのかっていうところですね。まあ、そこもかなり気になっていて、まずそこはね、試したい欲求がね、強かったですね。はい、で次ね、まあ、ここがまあ一番のポイントかもしれないんですけど、RX02 はですね、小さいボディの中にですね、ソニーの技術が詰まってるんですよ。で、まあ、ソニーといったら、α6400 もそうですし、基本的にね、カメラの AF が優秀なんですよ。新しいソニーのカメラであればあるほどそうなんですけど、優秀がすごい、AF がすごい優秀なんですよ。うん、早いし、ミスらない。だから安心して AF に結構任せて動画とか写真を撮れるんですね。で、今回この RX02 にもかなり優秀な AF が入っているし、しかもですね、小さいボディの中に、この瞳 AF がね入ってるってことで、まあ、それもポイントですよね。で、一番と言ってもいいポイントと言えるのが、チルト液晶ですね。うん、α6400 も私がこれ即決で買ったのって、結局チルト液晶が、こうできちゃったからっていうところが、正直大きいんですよ。まあ、これが大きいですね。最近はソニーも、まあ、徐々にですね、このチルト液晶とか、この自撮りをしたいユーザーのための、まあ、工夫というかね、そういうのをどんどん搭載してきてくれていて、まあこう YouTuber としてはね、非常に、ありがたいんですけども、RX02 はですね、まあ、この GoPro ちょっと小さいぐらいのサイズで、まあ、こっちを向いてくれるってことで、この自撮りが、画面をちゃんと確認しながらできるということで、まあ、今までの要素プラスこの、まあ、チルト液晶で合わさって、あ、これは買わなきゃとなったという話ですね。で、ちなみにもうダメ押しで、RX02 1万円のキャッシュバックもあります。で、一応本体の価格が8万5000円で、シューティンググリップも私買ってるんですけども、あれもだいたい1万円ぐらいで、まあ、合計すると9万5000円ぐらい
になるんですけども、まあ、1万円キャッシュバックがあって、なおかつこの家電量販店とかでポイントとかをゲットするとですね、まあ、約2万円ぐらいかな、あの割引で買えるということなんで、実質だから全部揃えたとしても7万5千円ぐらいかなっていう感じになるので、まあ、こんだけの、まあ、技術が詰まってるカメラなので、キャッシュバックも含めると結構お得じゃないかなと思ったというところもありますね。はい、ということで、今回はですね RX02、発売直前ということで、なんで私が今回即決で、RX02 を予約して、買うことに決めたのかという理由をお話してきました。まあね、もう明日届くんで、もうレビューするのも本当楽しみですし、とにかくね、持って早く出かけたいですね。うん。とりあえず初日は、もう初日にあのレビュー動画出したいと思ってるので、まあ家でちょっと開封とか設定とか、画質のチェックとかやって、で、まあちょっと近場であの動画撮ろうかなとは思ってるんですけど、一応そのぐらいになると思います。だけどまあ今度ね、あの RX02 を持ってちょっと遠出とかもしたいなと思ってるんで、まあ、その時の動画とかも、しっかり、ね、RX02 で撮って、まあ、検証も兼ねて撮りながら、動画アップしていこうかなと思ってます。まあ、ぜひそちらもね楽しみにしていただければと思います。ぜひですね、まあ、届いたらいろいろ検証していきたいと思ってるので、何検証してほしいかとか、あのリクエストあったらね、ぜひどんどんコメントに書いていただけると嬉しいです。まあ、例えば車載動画見てみたりとか、もうやろうと思ってますけど GoPro とかとの比較をやってほしいとか、水中の動画を見てみたりとか、夜景をちょっと撮ってほしいとかね、まあいろいろあのリクエストいただいたらできる限りねやっていこうと思っているので、ぜひコメントいただけると嬉しいです。ではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。